無事に3回目を迎えることができました。シュレディンガータイムでございます。はい、そして記念すべき2人目のゲストさんです。相澤理香ちゃんです。相澤理香です。よろしくお願いします。さあというわけでですね、はい、なんとCD がもうすでに1枚目出ているということで、初めて相澤理香初めての CD なんですけれども、ちょっと長くやったんですけれども、はい、初めて CD で踊っていただきました。キラリ光るというタイトルで今かかってるこれですね。ありがとうございます。はい、アップテンポでロックな曲なので元気になれる曲だと思います。歌詞は私が書きまして、これに入ってる2曲目が猫抱きという曲なんですけど、そう、猫抱き、そう、猫みたいに抱きしめてっていう歌詞があるんですけど、あー、本当に抱いてるわけじゃない、自分じゃなくて抱かれるから、あの、猫アレルギーなんで、猫はまた好きなんですけどね、好きの展開これ大丈夫ですか、シャブ猫二人から噛まれた、もう全然、さっきからアレルギー出ちゃって嘘です、やられた。はい、2曲目は可愛い曲で、お母さんになってるので、かっこいい曲、かわいい曲聴きたい方、ぜひぜひ買ってみて、ライブ会場で手売りしてますので、ぜひぜひよろしくお願いします。4曲入り1000円です。おー、買い得。お願いします。あ、っていうことは、ライブのスケジュールとかは、ブログを見れば。ブログを見れば、はい。私のブログは、相澤理香の親指姫の憂鬱というふざけた、いや、ふざけてないタイトルの。かわいいです、かわいい。なってるので、そこで見ていただければ、私のセキララな日常が、いや、セキララでない日常もどっち書いてあるかな、とりあえず日常は書いてある、日常は書いてあると思うね、はい、ぜひぜひチェックしてみてください、よろしくお願いします。よろしくお願いします。そしてですね、はい、この間私たちも無事に初めてというかライブを終えまして、やりきりました、私やりきった、やりきった、頑張った、これからも頑張ります。はい、やりきっちゃダメ、切っちゃダメ、毎回やりきっていいじゃない。はい、そうですね、はい、というわけで次回もやりきるぞということで、次のライブも決まっております。はい、ということですね、次回は、11月の13日に、亀戸柳さんで、初めて行くとこなんですけど、亀戸柳さんで、山名純ちゃんの、プロデュースのライブに出させていただくことになりました。わあ、ちなみに、あの、気をつけていただきたいのがですね、はい、夕方です、夕方です、お昼ではありません、夕方です、重要です。はい、昼から行くとね、ずっと待つことになっちゃうんで、夕方来てくださいというもので、あの、でもね、嬉しいです。そうですね、もうありがたいことに、本当に今回ライブ緊張しないように頑張ります。しないように頑張るじゃなくて、だいぶ頑張ればいいです。はい、大丈夫です。本当にいじると面白い。面白い。新潟っぽい。ぜひ、あの、ライブ会場でいじってください。楽しいので、みんなで遊びましょう。というわけでですね、はい、次のライブも決まりました。ございます。が、今回、第3話ということなんですけれども、次回4話はまたゲストに相澤理香ちゃんに登場していただきますので、良いのですか、良いのです、ありがとうございます。はい、楽しくみんなで弾けたいと思いますので、はい、ぜひぜひ次回も見てください。お願いします、お願いします。お出かけしよう、ずっと一緒にいたいんだ、今まで内緒にしてたんだけど、僕は願いを叶える、言ってみれた、両手